今回は一生星プレアデス星団をご紹介します。凍てつく夜、星たちは一層輝きを増しています。諏訪地方の冬の晴天率は特に高く、標高の高い茅野市では市内の至る所から素晴らしい星空を楽しめます。 M45 プレアデス星団、牡牛座にある星団です。ギリシャ神話ではプレアデスの七人姉妹が星になった姿だと言われています。日本ではスバルと呼ばれ、古くから親しまれており、いくつかの星が集まっている様子は肉眼でも見ることができる冬の星空の見どころの一つです。星の呼び方は国や地域によってさまざまで、スバルのような日本での呼び方を和名と言います。秘釈星、怒り星など和名には道具を見立てたものが多く、星と人々の暮らしの関わりが深かったことがわかります。そして時代とともに道具も星の和名も使われなくなりつつあります。数多くの星星座解説書を表し、星の和名研究家としても知られる野尻宝永は全国各地の和名を修正し出版しました。その中で野尻のもとに最初に届いた知らせは諏訪地方からの知らせだったと書いています。一生星、一生を測ることができる大きなマス、一生マス。一生は現在の単位では 1.8 リットル。このマスにたくさんの穀物が入るように、たくさんの星がひとところに集まっている様子を表した諏訪地方で使われていた星の和名です。1926年、大正最後の年、塚原村の矢崎という人物が茅野の山村に暮らす古老を訪ねて聞いて回り、使われていたことを見つけ出しました。同じ呼び方は山梨県や静岡県からも報告されますが、野尻に一番に伝わったのが矢崎からの知らせで、その後の星の和名調査研究を進展させるとても重要な知らせとなりました。一生星と同時に釣り鐘星という和名も使われていたことが分かりました。釣り鐘星は牡牛座で、星が釣り鐘の形に似た V 字型に並んでいるヒアデス星団のことです。時代の流れとともに身の回りの道具はより便利なものに変化していきます。しかし星空の一生星は今夜も美しく輝いています。星の和名を掘り起こした先人は、茅野市の美しい星空がいつまでも受け継がれていくことを願っていたに違いありません。